英語人名の短縮型では、英語圏における伝統的な個人名に用いられる短縮型について述べる。英語圏の人々が日常的に使う名前は、正式名ではなく短縮系であることが多い。短縮型が本名である人もいる。注意しなければならないのは、英語圏では短縮型も本名と同様に扱われることがあるものであって、通称や愛称とは、 性質が異なるものである、ということである。カーター大統領の公文書署名ジミーとある、クリントン大統領の公文書署名ビルとある、英語名の短縮型についてよく引き合いに出される例が、第39代アメリカ大統領のジミー・カーター、第42代大統領のビル・クリントン、第73代イギリス首相のトニー・ブレアなどである。彼らの本名は、 それぞれジェームズ・アール・カーター・ジュニア、ウィリアム・ジェファソン・クリントン、アンソニー・チャールズ・リントン・ブレアだが、3人とも幼少の頃から、ジミー、ビル、トニーと呼ばれており、成人してからも全ての公式文書に一貫して、ジミー・カーター、ビル・クリントン、トニー・ブレアと署名している。これは、英語圏では短縮型が公的に通用するからに他ならない。 ちなみに、ビル・クリントンのホワイトハウス時代の愛称は、ババであった。したがって彼は、ということになる。また、格闘家のボブ・サップの場合は、ということになる。なお、短縮形の名前を公式に使用しているものの、正式名を紹介する際は、正式名の名と姓の間に、短縮形の名前を、に入れて挿入するのが正式な書き方である。伝統的な英語名には、 ほとんどの場合短縮型がある。また本来は短縮型として使用されていたものが時代が下るにつれて正式名として定着したものもある。日本語の和者が大ちゃんと聞けば自然に大助、大次郎などといった名前を連想するのと同じように英語を母語とするものは通常ウィリーやウィルなどと聞けばこの人の正式名は ウィリアムだということがすぐ頭のどこかをよぎるが、リザやリリアンはそれ自体が正式名として使用されることが多いため、今日では必ずしもエリザベスと不可分なものではなくなってきている。これが短縮形そのものが正式名になっている場合と短縮型が正式名として定着した場合の違いである。なお短縮形の名前の中には、 短いどころか元の正式名よりも長くなっているものもある。日本語の感覚からはわかりにくいが、英語を母語とする者にとってこうした長い短縮型は元の名前よりも言いやすく聞き分けやすいという場合もあるのである。したがって、簡略という意味でこれらも立派なドミニアティブフォームである。ただしこれらの名前のほとんどが今日では、今日では正式名として定着した。 短縮系になっている。ありがとうございます。